おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。ノーブラ散歩はい、ノーブラ散歩の方割といらっしゃいますよね。うん、うん、まあ普通にいるんですけど、いるんですけど、まあ、YouTube でですね、はい、はい、こういったその散歩動画を性的コンテンツとして、はい、はい、Google が一部の、ユーザーを利用停止にしだしたと。これは性的な話なんですか？見えてるやつ。ああ、見えてるやつをね。うん、はいはいはい。もともとは結構、まあ京都とかもたくさんあるんですが、はい、観光地を紹介するような、はい、まあ、観光地を散歩しながら紹介するっていうような内容の、はい、動画が多かったんですが、はい、まあ、それはその散歩動画のカテゴリーとして、はいはい、確立されてたんですね。まあまあ、うん、はい。ですが、ここ最近、はい、まあ、まあ、1年2年ですかね、はい、ノーブラ散歩っていう風に、はい、こうやってタイトルつけまして、タイトルつけちゃったらダメですね、うん、はい、で、まあ、そういう動画で埋め尽くされるんだったと。あー、なんでわざわざ書かなくったって気づく方は気づきますからね。まあそうですね、ただ検索してやっぱり来てほしいわけですよ。はい、あー、はいはい、なるほどね、はい、来てほしいんですね、ノーブラに。これをゲスなんで飛んでもね全員戦死って報道されてませんでしたっけ。ロスクに、あ、まだそんなすぐは死んでないですね。ただあの激戦地に送られてるっていうのは確かです。あ、まあそうでしょうね。野村方が来るらしいです。今度は見てみよう、この方じゃ、ないのを見たこと。え、何が魅力的なんですよ、野村散歩の。まあやっぱりピンピンの乳首とですね、はい、まあ、まあブラブラしてるおっぱいですよね。それを見て楽しめるんですか？まあ日本ってあんまそういう方いないじゃないですか。まあ日本だけですよね。でもそれに過剰に反応するのって、うん、そうなんですけど、まあやっぱりそういう文化的に、はい、隠れてるものが、ああ、まあまあ、あらわになってるっていう段階で、あらわにはなってないですけど、まあそういうのね、普段ブラジャーでね、はい、っていうおっぱいが揺れてるっていう光景を見れるわけです。はい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 。うん、まあそうなんでしょうね。で、映像形式は、はい、なんて言うんでしょう、まあその景色なんかほとんど映らないと。何映ってんの？胸元だけが本当に画角の中にいっぱい占めてる。これも今からここを散歩しますってこうって言ってるだけでですね、はい、実際散歩が始まるともうおっぱいが、あ、だけが丸見えになってると。丸見えたの、その乳首のピンピンだけが分かるようになってるとみたいな動画ほとんど。はいはいはい、はい、そんなのあのね、うん、風景とか観光動画じゃねえだろうっていう話になるわけですが、なるほどね、はい、ただそれでもですね、再生回数が、はい、下で数万ですね、はいはい、それが数十万ぐらいがザラだそうで、中にはですね、はい、再生回数が1000万回以上のやつがボロボロあるってことです。じゃあなんか、いや、ま、むしろね、はい、それ満足できるってすごいですね。まあまあそういう人だと思いますよ、うん、それで、あ、いいなって言って、見てる人、うん、じゃあノーパンチンコとかないですか？今からノーパンチンコ散歩しますって言って、この辺だけをね。先生、それ2体ですか？スウェット、あの普通のパンツ、あのスウェット的なとこですよね。パッチでしょ。スウェットっぽい、っぽいもの履いてないから、スウェットってすっごい分かるじゃないですか、ゴロゴロしてる感じが。先生、2体ですか？いや、私は見たくないんですけど、あ、見たい方も世の女性の中ではいらっしゃるかもしれませんし、はい。一瞬すれ違っただけで気がつく男の子が多いですよね。父は揺れると痛いそうです。みんなパイが好きなんですね。うん、でも不倫はできないコンテンツ、そうですね。まあでもね、いますよ。コート着て、うん、はい。で、ギリギリの格好で、はい、はいはいはい。寒い中あるみたいな。なんかよくわからないんですけどね、それは。おいおい、数字取っとる。そうですね。いや、まあ、それでね、はい、やりたい、たい方やられたらいいと思うんですけども、うん、女性の方で。ただまあ、その、おそらく不快に感じたユーザーとか、はいはい、あるいはその広告主って、あー、まあそうですね。はい。はい、自分のその会社の広告がね、こういうちょっと動画にはふさわしくないなっていうふうなことで通報が出ると、はい、まあ、Google が対応せざるを得ない。まあそうですね。で、まあ、やっ と、あの、対応しだしたってだけです。はいはい、はい。で、まあ、一部その投稿者の動画がコンテンツに、まあ、関する規約ですよね。はい。性的満足を与えることを意図した露骨なコンテンツっていうのに、まあ、触れるとですね。はい。はい。アカウント停止されるとですね。ただ、まあ、とはいえですね。はい。
広告収入、はい、でまあ、こうやって、まあ、何千万回とかってね、はい、再生される動画広告収入でものすごい金額稼ぐんですが、はい、そうじゃなくてもですね、はい、メンバーシップ用の動画、はい、要するにクローズドで、はい、投げ銭もらいながらやってるやつもいると。あ、はいはいはい、うん、いや皆さんでもね、うん、考えてみたらそうやって体張ってね、はあ、やってらっしゃるわけじゃないですか、はあ、そんなに困ってらっしゃるんですか。いや困ってるか分かんないですけど、何を目的というか、いや稼ぐことが目的としてやってるんですか。そりゃそうでしょ、言うたらものすごい簡単に稼げるわけですよ。まあまあそうなんでしょうけどね、まあ、自分の胸元ね、野村でその写して街歩くだけでいいわけですから。でもそうなんでしょうけど、はあ、顔も一応出さないといけないわけですよね。出さない人もいます。あ、もうその昔それで有名になったのが、はい、それこそ作り物のおっぱいを T シャツの下に着てですね、縄跳びをずっと飛んでるだけっていう動画で、はい、ものすごい稼いだやつがいたんですよ。そうですね。それその人が後から、はい、実は僕は男でしたってカミングアウトして、はい、したんですが、はい、それでもね、それでもいいっつって残ってる人もいます。まあ、そうなんでしょうね。そのことどうでもいいんですよね。きっとね。私はお尻からなので、うん、わいわ観音様が、はい、バズってなんぼだしね。まあそうです、ね、うん、まあまあそうなんでしょうね。うん。うん。で、規約ですね。はい。着衣、非着衣を問わず、性的満足を、うん、目的とする性器、胸部、臀部の描写を含む、うん、動画は、うん、利用規約に違反するとですね。うんうん、ただまあ、あとはまあ、法的にどうかっていうところなんですが、うん、はい。はい。まあ、胸部は衣類で隠されてて、乳首、乳房、うん、はい、露出しているわけではないので、はい、公然わいせつとか、わいせつ物、反布罪、うん、にはならないと、はい、それから軽犯罪法、体身体露出の罪にも、うん、まあ、抵触しないってことですね。はい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 、ただその幅広い世代がこう楽しむ子供から、うん、お年寄りまでっていうサイトである以上は、うん、まあ、運営側は可能な限り、時代のその価値観に沿った健全な環境を維持する必要があるってことですね。そうですね、うん、娘こんなことしたらヘブとします。まあね、まあただね、まあ、僕思うに、はい、まあ、風俗嬢か、まあ、それ崩れの小遣い稼ぎになってるだけだと思うんですよ。あ、風俗嬢がね、はあ、はい、そもそもそういうところで金稼いでる、うん、それじゃないとなかなかこういう発想にならないと思うんでね。だから、ね、別、自分の体売っても平気な連中って確かにいるじゃないですか。うんうん、そういうところで仕事をしてる人たちって。うんうん、そういう人たちっていうのは別に大船であるとへっちゃらなんですよ。まあそうなんでしょうね。普段からそれでサービスしてるわけですからね。そうそう。はい、そこら辺歩いてる女子高生とかがね、うん、自分の顔出してね、野村でその散歩動画出すかって多分出さないでますよ。出しませんからね、普通で考えたらね。そうそう、一生就職できないですからね。そうそう、そういうことです。はい、まあ。そうなってくるとやっぱみんなやりませんから。そうそう。だからもともとそういう素養というか、素質というか、背景がある人。一生これで行くぐらいの方がやってらっしゃると思うんでね。まあ、あるいは顔出さないでやるかってことですが、はいはい、そうですね、うん。ただまあね、そもそも動画配信とかで、有料でね、配信できる FC2 とかっていういろんなサービス別にもあるんですけど、はい、なんでそっちでやんねえのかなと思うんですよね。うんうん、そっちはもうアダルト、動画として、はい、配信していいっていう、うん、サイトでもあるわけで。あ、じゃあもうそっちでね。そう、公に全然それこそも出して。そうそうそう。出されたり。そうそう。そうそう。乳首でも何でもね、それこそお尻でも。で、やっぱり利用するユーザーも18歳以上ですし、はい、見るにはお金が必要だっていうふうになってますので、うんうんうん、あ、そっちやればいいなと。そうですね。いくらでも出していただいて。そうそうそう。うん、あとはね、僕は、やっぱり一番有名な人がいるんですよ。はい。これじゃないんですけど、はい、パンピアノっていう、はい、ものすごい際どいコスプレした、ピアノを弾く人がいるんですよ。はい、あ、そうですか。はい。まあ、それこそ本当にもう、もうちょっとこう、角度変えたらパンツが見えるとか。あ、はいはいはい。はい。ノーブラでやってるだろうなっていう。僕の好きな人でって言いました、今。え、僕が好きな感じの人。知ってる人で。知ってる人で、はい。はい。好きな人なんて一言も言ってない。あ、そうですか。はいはいはい。まあ、台湾人のピアノを弾いてる人がいて、うんうん、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、はいはい、あれもね、あからさますぎて僕見る気にならないんですよ。あ、そうなんですか。もうサムネだけでもう きつい。あー、そうですか。インディーオブジョイトみたいなね、座り方してる。あー、懐かしいですね。はい。はい。そんなサム
胸がバーって出てくるんですよ。はい。はい、あ。ミニスカートが履いて、はいはいはい、ちょっと頭おかしいんじゃないかなと思ったんですけどね。いや、思ってて、ね、頭おかしいんですよ。そう。そりゃ、そりゃね。ただ、はいはい、動画はね、うん、そういう格好はしてますけど、動画はピアノを弾いてる動画なんですよ。はい、わかりますよ。至って真面目にピアノ弾いてるんですよね、きっとね。はいですけどね。はい、まあ。その人はね、顔は一応リークされてましたけど、うんうんうん、まあ、ブスではないかなっていうレベルで、うんうん、はい、体がとにかくエロいと。はい、はい、はい。そうなんでしょうね。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。ここら辺の記録は守っとるかも。まあ男だからね、守らざるを得ないでしょ。そうですね。こういうのに興奮するのは男性だけなのかな。うん、だからその男性がね、興奮しないですよね。そのセクシーなマッチョがね、はい、くねくね動いてる動画って先生好きですか？私もともとマッチョ嫌いなんです。あの、なんとも思いませんけど。そうだから価値観としてやっぱ性的に異性を見て楽しめる人間って男だけじゃないかなと思いますけどね。アイドル見て楽しむってことですね。男性アイドルが好きな女性って、うん、まあ、やっぱりその全体を見て可愛いと思ったりかっこいいと思ったりするわけでしょ。そうですね、あの抱かれたいとかね、はい、そういう気持ちはあります。思いながら見ることってまずないですね。ないですよね。ないですね。はい、ねえ、インディーソン、うん、はい、カイトさんこんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。でもね、やっぱり抱かれたい男ナンバーワンとかいうのにこう、いつでもね、こう、そういうふうなアンケートってあるわけじゃないですか。ということはやっぱり皆さん多少なりとも想像はするわけですよね。この人やっとやったらやってもいいかなとかね。まあ誰か一人必ず答えないといけないんだったらば、これかなっていうふうな答え方でしょ。誰ともしたくない。キムタクなんですか今。まあまあ、今はキムタクじゃないかもしれないですけど。当時は、まあ、そうですか。が分かりませんね、なんかね。そうですね。うん、まあでも平和な世の中ですね。こんなね T シャツ着てね、はい、乳首が見えてるか見えへんかね、はい、っていうので興奮してわーって言ってるようなね。そうですね、そんな世界ですから、うん、平和やなと思いますね、うん。まあ、あとやっぱりね、あの子供が多いと思います。はいはいはい、就学前の子とかも、うん、あのお母さんのスマホ、はい、ゲームをやってる子供とかが、はい、あのお母さんがいないところでそういう動画を見せたりするっていう。もうこんなちっちゃい時からこう YouTube のわいせつなやつを見ると、そう、あの、はい、YouTube の検索の、はい、その履歴に、はい、女の子おっぱいとか、はい、女の子お尻とかっていうのが、はい、まあ、書いてあって、はい、これは明らかに自分の息子は検索したもんだっていうのがお母さんとか、女の子おっぱいのやつを見て、そのね、あ、そうするとこういう動画が出てくる。じゃあ男の子はそれを見てチンコキンキンにしてるんですか？の可能性は高いと。ああ、そうですか。かわいいですね、でもそれは。かわいいって言っちゃっていいのかわかんないです。かわいいですけどね。藤波達美。はいはい、はい、ジャニーのファンでも結構下ネタを、うちわに書いたりしますよ。マジで、キモいけど。ああ、気持ち悪いですね。抱いてとか書いてあると思うんですよ。あの人に抱かれたい。何々くん抱いてーってうちわに書いて、うん、それコンサートに振ってるってことですよ。ああ、そうですね。指刺されて、キャー言うてるとかね。想像だからこそ回答できるんじゃないかな、抱かれた男ってのは。まあそうですね。もう全然わかりませんね。履歴が残ってるうちは、まだいいですかってことですね。この事故がね、あの履歴も全部消してね、補足なことやり出すとかね。もう全くゼロになってる方が怖いですね。いや、もうまあまあいいんじゃないですか。これはまあこの方はもう消されたのか、この方かどうかわかりませんけど、うん、まあ Google が判断することですので、まあこれがいいか悪いかっていう話はまあ、どっちでもいいですけどね、うん、思いますけどね、うん、はい、見る人需要があるってことなんでね、やる人がいるって、はい、形になりますからね。はい、まるまるくんのちくわをしゃぶりたいと書いてある。なるほどね。ちくわなんです。ゆるゆるやん。ちくわでいいんです。ぐにゃんぐにゃん、ぐにゃんぐにゃんのね、やつですけど、はい、最近の小学生って静香ちゃんの入浴シーンで5歳しますからね。そうなの。あんなダメダメマッチみたいな、そんなんでいいんですか？いや、わかんないですね。もうまあでも昔はね、あの、うん、ドリフとかあのバカ殿なんかでも、うん、AV 女優がね、あのおっぱい出してた、ね、あ、そういうおっぱい出して入ってましたね、いろいろ、うん、リアルなおっぱいで。ねえ、はい、あれは何やったの？お茶の間が凍るやつ。あ、凍るんですか、あれはやっぱり。シーン
と。そう、ね、お茶碗のカチャカチャする音しか聞こえないようになると。あいいですね。暗黒ですよ。いいですね、それなんか。いいです、好きです、そういうの。はい。昔は、ターミネーター1の時とかね、はい。はい、デッドシーンとか普通に出てきて。あ、そうですか。おっぱいとかも出るわけですよ。あ、そうなんですか。もうそう、シーン。シーンはそうそう。で、チャンネルとか変えるんですか？例えばお父さんとかも、もうちょっと今日の天気どう、明日の天気はどうなんやとかってチャンネルとか変えるんですか？いや、まあ、そういうね、モーターならいいですけど、はいはい、うん、咳払いして終わるとかね、はい、とか言ってね、はい。いいですね。私は大好きですね、そういうの。むしろ今の子供はネットで映画画像を見る方が、そうでしょうね。バカバカいやらしい腰元を見るのも楽しみでしたね。楽しみでしたね。ミトコムのユミカオル。そうですね。まあ、ユミカオルさんのニューヨークシーンはね。うん、まあ、いやらしいっていうのは綺麗だなっていう感じですね。まあ、だってね、綺麗なんで。手拭いで首筋をこう、拭くだけですか。まあ、それもまあ、綺麗やったと思いますよ。うん、ねえ、ね、僕はね、はい、あったかいお湯の中入ってるけど、この人カツラの中ブレブレで大変そうだなとか、思ってるのだけで。何のこれみたいな、ね、感じでしょうけど。はい。はい、ってことですね。はい、はい、はい。まあ、どうなるかわかりませんけど、うん、全部口腐されるとは思いませんけど、ね、おそらく、苦情が入ったやつ。ねえ、だから、大した話じゃないですか、はい、これなんか言うから。はい、別に。うん、ね、はい、何、本当見て不快だなと思った女性の方とかが通報してね、うん、別に私不快だとは思いませんけど、ね、そうそう、好きないようにしたらええかなと思うんだけど、する人いるんですよ。あ、そうですか。子供が見たらどうすんだろう。あー、ほらもうお母さんがもっとすごいもん見せてあげよう言うてね、お母さんが一日中家でノーブラで過ごしてたらいいんじゃないですか。素っ裸でいいんじゃないですか。うん、そうそうそう。はい、ピオンさん、こんばんは。うん、こんばんは、いらっしゃいませ。ドラマで湯煙殺人事件とかね、はい、あ、そうですか。そういうのに出てたんですか。普通に、まあ出てたね、普通にポロリンしてたんですか。ポロリ専用の安い、あ、はい、殺され役のね。面白いですねそれ。はい、婚浴露天風呂殺人事件、ね、その流れで静香ちゃんは、ここ数年お風呂に入ってた。あら、そうですか。そんな動画見ていやらしい英国を送るのをやめてほしいです、うん、ほら、まあ、お母さん的にはそうなんですよ、うん、まあ、そうなんでしょうね、はい、子供に動画見せた時に、うん、そういう広告が挟まれちゃう、いやらしいのがガー入ってきて、チンコでっかくしましょうみたいなやつはね、まあ、しょうがないって、でもそういうのはもう当たり前のことですからね。最近出てるのは、うん、はい、個室で、はい、全裸で、はい、女の人に全身脱毛してもらいか、してもらいたい方っていますよねみたいな動画とかあるんですよ、広告が。男の人が全裸でってことですか。そうそうそう、そういう、脱毛エステっていう、はいはいはい、男の脱毛エステの CM とか。ああ、そうですか。あえてそういうエロい言葉を使ってくるというか。ああ、はいはいはい。なるほどね。はい、ってことでした。はい。はい。はい、また休憩入れますよ。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。